曽んな下げおみは、日本の映画俳優。兵庫県神戸市東名田区出身。宝塚歌劇のファンだった母に連れられ、1985年に劇団日本児童に入れられ、2歳10ヶ月の頃から、子役として活動。1990年には、劇団、東杯に所属。テレビ CM に出演したり、小学4年生の頃に歌舞伎公演。 ラクダに1ヶ月間出演したりなど活動していた。演じることの面白さを知り、将来は役者の世界に進むんだと思っていたが、中学受験などのため、一度役者活動を停止する。高南中学校入学後はバスケットボールに専念。高南高校進学後に1年生時に腰を痛めて、バスケットボールを諦めざるを得なくなったが、その際に映画をよく見るようになって、 再度演技に興味を持ち始める。江南大学法学部入学後には映画研究部に所属し、演じることの楽しさを思い出すと同時に映画作りの楽しさにも目覚め、最終的には部長も務めた。映画研究部での経験から映画俳優を志すも、両親からもう反対を受けてしまう。2005年、大学卒業後は、まずは親に働いているところ見せるという約束のもと、 一度は会社員として過ごす。同時に役者の道を捨てきれず、大阪の南波に所在した芸能事務所で2009年までレッスンを受ける。4年間社会人として働いた資金をもとに上京し、活動の拠点を東京に移して、映画監督の熊沢直人のワークショップを2011年まで受講。何のコネもなく上京しており、20代半ばという年齢がネックとなって、 事務所に所属することができず、一年以上役者の仕事がない時期もあったという。2010年8月に結婚。自主映画の出演募集にも、必死に応募するも、書類で落とされる日々が続いたというが、2010年頃よりオーディションに受かるようになっていく。青春 H シリーズや堀矢監督の短編映画など、セクシュアルなテーマを扱った作品の出演が多かった。 映像制作も手掛け、バンとイーストキンは、メックアワード2017加作賞に選ばれる。2017年イベント上演、2018年劇場公開の、カメラを止めるな。出演。すでに同作品の出演が決まっていた、山口智一から撮影2日前に、エキストラとして誘われたものだったが、過去に、監督の上田新一郎の作品に出演していた、縁もあり。 セリフが数回ある役としての出演になる。それでも、出演時間は合計1分16秒。セリフも見事しかない決して大きくはない脇役としての出演だった。出演はわずかながらも、当初は劇場公開の予定もなかった、カメラを止めるな、に作品としての魅力を感じ、出演者としてというつもりではなく、宣伝のサポート役として、 盛り上げに一役買いたいと思いいたり、宣伝活動に積極的に参加。特に劇場公開後の舞台挨拶に関しては、自主的に登壇し続け、ついには1日も休まず100日間連続で舞台挨拶に登壇した。この功績を称して、上田監督より映画の出演権が送られた。身重の妻がいる中での連続登壇であり、その期間中には、 第一子が誕生している。最終的には139日間劇場に通い続け、そんな蘇我に対して、再度上田監督から感謝を伝える企画として、蘇我をドッキリのターゲットとした、リポビタン D のコラボ PR ムービー、感謝を止めるな、が制作されている。2019年5月に NHKBS プレミアムで放送された、アナザーストーリーズ運命の分岐点でも、 ソガによる連日の映画館がよいや上映前のビラ配りといった努力の様が取り上げられた。また、2019年3月に配信されたスピンオフ作品のウェブドラマ、ハリウッド大作戦にもソガは出演しており、こちらでは映画よりもソガの出演シーンやセリフが格段に増えている。上記の活躍から2018年の母校、港南大学設祭で、 スペシャルトークショーが取り行われるなど、港南大学にたびたび招かれた。また、蘇我の影響で、廃部となっていた、同大学の映画研究部を復活させようという動きが見られ、OBOG 組織、構存会に支援も受け、2019年5月には、正式にサークルとして登録された。2019年6月10日より、俳優の久場俊之と共に、 インディーズ映画紹介、シネマチラリズムを YouTube 上にて開始。スタッフやキャストが一度も会わずにリモートワークで制作され、2020年5月1日に Web 公開された短編映画、カメラを止めるな、リモート大作戦にもわずかに出演。前日のカメラを止めるなの舞台挨拶に引き続き、本作でも Web 上で動画を公開する形で、 リモート舞台挨拶を連日行い、舞台挨拶リレーという形で同作の他関係者にも広まっていった。声楽の経験があり歌が得意。また、仕事で使用しているプログラミングも特技とする。趣味は映画や舞台の鑑賞、料理、変顔、前日のカメラを止めるな、の舞台挨拶も趣味と語っている。 自身を人懐っこく表裏のない性格だと分析している。尊敬する俳優は役所工事小日向文代脇役を演じることが好きだといい、その中でも観客の印象に残る悪の強いキャラに挑戦したいと語っている。舞台小役の鶴昌馬は老い、劇場公開作品に限る。ありがとうございます。